この動画はドライバーの飛距離不足に悩んでいる方向けの動画になっています。一緒に回るゴルフ仲間よりもなかなか距離が飛ばないとか、思い切って振ってるのに距離が飛ばない、力んでしまってなかなか距離が遠くまで飛んでいかない、そういう方がこの動画を最後まで見ていただくと、こうやると球が飛ぶんだっていう感覚、勢いよく球が飛ばせる感覚が分かります。すぐに実践できる方法ですし、効果が早く出る場合もありますので、ぜひ最後まで見て実践をしてみてください。ドライバーの飛距離を伸ばすために大切なこと、一番最初にやることは右手の動きを覚えることです。よく左手リードで打たないといけないとか、腰の回転で打てっていうふうに聞いたことあると思うんですけれども、そのようなやり方をするとどうしても右にスライスしてしまったり、やればやるほど、意識すればするほど飛ばなくなったりということが起きてきます。それは左手リードとか腰の回転を強く使って打つというのはアマチュアのゴルファーにとって非常に難しいことなんですね。まずは右手の使い方を覚えてあげて飛距離を伸ばす、それが最初にやることなんですね。では右手の使い方をどういうふうに覚えればいいのかっていうのをやっていきたいと思います。まずクラブをこう逆さまに持っていただきます。これで実際に右手で打つようなつもりでスイングをしてみてください。この時に音がボールに当たる瞬間くらいに音が鳴るようにスイングできるかどうか、でピュッとした音、短い時間でヒュッとした音が鳴らせるかどうかを確認してみてください。うまく腕を使えない人というのは、右手をうまく使えない人はこういう振り方でなかなか綺麗な音が鳴りません。うまく使えるとピュッと音が鳴らすことができます。この使い方を覚えていきたいと思います。これを簡単に習得できるようにするコツを覚える方法を紹介していきます。まず体の前に肘を置いて、スイカ割りのイメージで上から下に下ろす練習をします。イメージとしては肘でここにいるものを叩くような感じ、ある人にとってはここにいる嫌いな人の背中を叩くようなイメージでやってみてくださいと言ったら、非常にスピードが速くなった方もいますけれども、そんなイメージで肘を上から下に下ろしてあげてください。そうするとヘッドが加速するという感覚をまずつかむことができます。でこの時に肘が外に空いてしまうと力がうまく使えないのでスピードを上げることはできません。肘が体の中に入る感じ、肩、肘、手が一直線になると非常に下ろしやすくなります。これで下ろす感じを使います。そしたら今度は振り上げたところから体を、胸を右に90度ひねってあげて、右を向いてあげます。ここで同じように肘を下ろすようなイメージで振ってあげます。この感覚をつかんでから胸を右に90度回して上から下に下ろすような感じで振ってあげます。そうすると、さっきよりもこのヘッドがピュッと早く振れる感覚がわかるかと思います。この練習を、縦のスイカ割りを練習して、それから体を90度ねじったところでスイカ割りをするイメージで振っていきます。そうすると最初よりもこのヘッドというかグリップのところが早くピュッと振れる感覚がわかると思います。それができてからクラブを普通に持って、通常の持ち方をして振っていきます。そうするとクラブを普通に持った時にヘッドが走る感覚がわかると思います。これをやった後でドライバーに持ち替えます。ドライバーを持って振ってみる。その時に右手を強く意識すると難しいですので、少しこう使うようなイメージ、左手は力を入れないでおいて右手を使うようなイメージ、逆さまで振った時に右手を使ったようなイメージでドライバーを持って同じように
右手を使うようなイメージで振ってあげてください。そうするとこのクラブのヘッドが加速してヘッドが走るように振り抜けていけるので飛距離も伸びますしスライスの改善にもつながっていきます。では少し打ってみたいと思います。左手はあまり力を入れないで右手を少し意識をしてっていきます。なんとなくでいいですからね、使おうとするとうまくタイミングが合わないのでなんとなく右手を使っているようなイメージで振ってあげる。この練習をしてください。また感覚が分からなくなったらクラブを逆さまにしてアイアン、ね、短いアイアンでいいですので素振りをしてヘッドが加速する感覚を思い出してそれからまたドライバーで打つと、こういう練習を繰り返しやってください。そうすると少しずつ飛距離が伸びていきます。人によっては感覚をつかめた人はいきなり飛距離が伸びることも十分考えられますのでぜひトライしてみてください。このチャンネルでは私ブンブン鈴木が1万以上のレッスンの経験から皆さんがうまくいくための一番大事なポイントをですね、分かりやすく紹介してます。どんどんこれからも動画を上げていきますので、チャンネル登録しておいて、またベルのところを押しておくと忘れずに通知が来ますので、見逃さずに動画を確認することができますので、チャンネル登録、通知ボタンのオンにしておいてください。それではまた一緒にうまくなっていきましょう。